スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日も最近の気づきをシェアしていきたいと思います。ここ1週間くらいすごく疲れを感じて、いつもと同じように過ごしていてもすごくだるさを感じたり眠さを感じたり、あとは微熱があったりもしたんですけれども、最近自分でカードリーディングでタロットを知ってるんですけれども、その出るカードがすごく大きめなカードばっかりで、変わるよ変わるよっていうすごい変化の予兆みたいなのはすごく感じていながらも、でもその疲れで あまり動けなくて、もう変わるって言われてるのにでも動けないっていうストレスを感じていました。でも最近ふと思ったのが、これってさなぎの期間なんじゃないかなと思って、いろんな感覚は受け取ってるんだけれども、でもそれがまだ言葉にならなくて、まだ言語化できなくて、なんかこうむずがゆいというか、こう思うようにいかない感じ、そういうのをずっと感じていました。でもなんとなくの感覚は受け取っているし、これからどうしていきたいっていうような希望も生まれてきてる、そんな期間のような気がしています。で今日朝コーヒーを飲もうと思って、そこのコーヒーのパッケージに書いてあったのが、あ、これメッセージだなと思ったんですけれども、そこに何が書いてあったかっていうと、何もしないのも大切ですよってあったんですよ。で、なんかそれで思ったのが、あ、私すごく地球人的な思考にはまってたなと思って、物事がサクサク進んでいくのが良くて、こう進まないのが悪いみたいな、そういうポジションにいたなっていうのに気づかされた気がします。で、私たちがこれからの新しい時代やっていくことっていうのは、この地球人的な思考をどんどん外していくこと、そして周りの人もそういう思考を、これまでの古い思考を外せるようにこうサポートしていくことのような気がしていて、やっぱりこの大きな時代の転換点、そこをピンポイントに選んできた私たちがやりたかったことっていうのは、やっぱりそういうことなのかなっていう気がしていて、これからもやっぱりその、宇宙人的視点というか、地球人にどっぷりはまれなかった私たちスターシードだからこそできる、そういう視点で発信をしていきたいなっていう気づきがありました。